それからその特定の時代に、モデルベースとしてやるんだけど、納得してもらわないと、そこ難しいですよね。だから、みんなでもう一回、今日の、対策が出たやつを、また集まってもらって、こういうことを一緒にやりましょうよって提案をして、で一緒に答えられないといけない。みんなのそのコンセンサスっていう、住民の総意でやりましょうという空気にならないと、ですよ。まあ、今日の情報をこう、まあ、ツイッターかなんかでこう情報流しましょうと、こういう人たちをメンバーに入れてるわけですよ。いや、本当だっけ、この情報を一般に流すということが非常に必要ですね。で、これは虫ちゃんこういうことをやってるよということで、で、あんまり、みんなに知らせればちょっと荒れるからねという基本もあるわけでしょうけど、その時ツアーがですね、難しい問題でもありますけど、やっぱりこの漆の素晴らしさを流すこともまた一つのですね、そういう時でこうこの人たちがおるから、この人たち使ったりして、どこの住まいやろ、漆ですね。え、そうね、こんなもんバッチリだ、この若い人が俺が、あなたが俺が農業委員に行ったらいいんですか、ね、